北平設計山一式平設計山一式平設計山一式平設計卓編北平設計とは五漢大後期に落葉城南大野学門外に建てられた十学七教の設計である一時設計今時設計とも呼ばれる記録に残る最古の設計で同時代の樹者採用の記号と師匠は伝える霊書体で記述されている五感書霊定規及び 採用殿とその中によると、その由来は、旧平成4年、五冠中老将の道打二点、後六大部の用子、漢儀大部の馬妃、義論の採用、長順、反節、大司令の端らの創生によって、儒学の経典の制定作業が行われたことによる。儒学の各種経典は、春秋戦国時代に成立したが、長い期間と特に新代の噴書工事によって散逸し、 古来の文章が失われてしまい、俗世間には誤った文章が流布していると考えられていた。このため、漢代を通じてテキストの正語をめぐっての論争と制定作業が続けられてきた。西洋らも、平成4年の御事の利元を得て、近帝の定本を作成し、その成果を石碑に刻むことで工学が正しい軸と書体を学べるように図った。 比列は9年目の項は6年に完成し、液鏡、論語、少書、春秋、供養、露史、儀礼の七鏡からなった。石碑46枚、高さ1畳幅4尺。両面に告示され、毎石35行、各項70から78時。時数は、計24万字に及んだ。金言、法制な書風で、 書道的な価値は少ないが、関代の典型的な公文書体とされる。石踏みが建てられると、観覧、書写する者の,の車が一日に千両以上にもなり、街路を塞いだという。東宅の長安戦闘以降、多くの戦乱によって、大部分が破壊されてしまい、拓本が残るのみだったが、1922年に、落葉王の学部石から100余りの残石が出土し、関代の継書 文字研究に大きく寄与した。現在、中国国立歴史博物館、上海博物館、先制省博物館、日本では台東国立書道博物館などに収蔵されている。ありがとうございます。